あんたが助けてくれたんか。ひどい凍傷だ。まだ動かん方がいい。下手に動くと凍傷部位の組織を傷つけてしまう恐れがある。しばらく安静にしていることだ。ババはもう一人男がおらんかったか。探しに行かな。わからん男だな。死ぬぞ。仲間が死にかけてるっちゅうのに寝てられへん。おとなしくしていろというのがわからないのか。素人が雪山に行っても二重遭難するだけだ。面倒事は困る。その馬場という男は私が探しに行く。あんた今面倒事は困る言うてやないか。山にいるヒグマが人間の味を覚えてしまうと厄介なことになる。人の肉を求めて人里まで狩りに出てくる可能性もあるからな。なんやと。おそらくあんたを襲ったのは通常の倍ほどの大きさのクマだ。そうだろう。確かに相当でかいクマやったが、ほんまにあのクマが人を食うんか。いや、うん、ま、昔そういう噂もあったということだ。どちらにしてもあんたの仲間がクマの餌になる前に助け出さないと俺が迷惑する。そういうことだ。あんたがここを出ていくのは構わない。だが死ぬならせめてクマの餌にならないところで死んでくれ。そこに着替えを用意してある。古着で悪いが好きに使うといい。まだ助けてもろた礼を言うとらんかったな。俺は冴島へ。あんたのおかげで死なずに済んだ。おおきに。俺は奥寺だ。おい、ちょっと。あんただな。今朝この集落に担ぎ込まれたって人は、ちょっと聞きたいことがあるんだが。あんたは？仁科という、この集落で暮らしてるマタギの代表みたいなもんだ。マタギって漁師っちゅうことか。ああ、もう最近じゃマタギなんて言葉知らない者も多いだろうがな。ここは昭和の前からマタギを生業とし生活している連中の古い集落なんだ。それで俺に聞きたいことっちゅうのは。ああそれなんだが、またあの新入りがやらかすんじゃないかと思ってな。新入りって誰や。奥寺だよ。あんたを担ぎ込んできたあの奥寺藩が新入り。ああ、あんたは知らんのかもしれないが、あの奥寺ってやつはこの集落に突然やってきた流れ者だ。10年ぐらい前に遭難しているところをこの集落の漁師に助けられ、それ以来マタギの真似事をやってる。俺ら土着のマタギは迷惑してるんだ。で、あんたは奥寺藩の何を気にしとるんや。いや、奥寺が今朝また山に入ったって言うんでな。もしかしたら
あの化け物が出たんじゃないかと。化け物？山おろしって言われる巨大な人食いクマだ。普通のクマの倍くらいの大きさがある。それでもしかして俺を襲ったあのクマのことか？何？あんたは山おろしに襲われたのか？あのクマが山おろしなんかどうかは分からんが、おそらくな。奥寺はそのこと知ってるのか？当然や。じゃあやっぱりそれで。こうしちゃいられない。急いで仲間に連絡しないと。急にどうしたんや一体？あんたも命が欲しいなら今すぐ家に戻って戸締まりすることだ。間違っても奥寺のことを追いかけたりするんじゃないぞ。いいな？あんた、冴島さんだね。なんで俺の名前を？奥寺さんに頼まれててな。もし2メートル近い大男が集落から出て行こうとしたら、そいつを止めてくれってな。多分9年前の悲劇を繰り返したくないんだろうよ。9年前の悲劇って何やそれ？山おろしに襲われたんだよ、この集落がな。山おろして例の巨大グマにか？ああ、当時奥寺さんには同じ家に住んでいたパートナーの佐藤という漁師がいてな。その佐藤が山おろしを追って逆に山おろしにこの集落を襲わせる原因を作っちまったのさ。何やと？9年前のある日、佐藤は山おろしの噂を聞きつけ単身狩りに出て行っちまった。そう、あの日も吹雪いていた日だったな。それでどうなったんや？狩りは失敗、佐藤は行方不明、後を追いかけた奥寺さんも重傷を負った。そして悲劇は起こった。この集落が襲われたんやな。ああ、不幸中の幸いというべきか。死者こそ出なかったが、家屋という家屋は壊され、備蓄していた食料は全て山おろしに食い尽くされることになった。この集落で生きるマタギにとっちゃ冬は恐怖との戦いでな。1年かけて蓄えた食料を失うことは死を意味する。ほんとあの年の冬は生きるか死ぬかの瀬戸際だったよ。そないなことが。それ以来だ。奥寺さんがこの集落から孤立するようになったのは、毎年冬になると山おろしのことを追いかけて吹雪の強い日に狩りに出かける。他の漁師の都合なんてお構いなし。もしかしたら奥寺さんは山おろしを追いながら9年前の復讐を果たそうとしているのかもしれないな。それやったら今日も
いや、今日は野暮用があると言っていたな。山おろしの餌を探さなきゃならんとか言っていたが。まあ、いろいろと余計なことを話しちまったが、あんたが雪山に向かっても足手まといになるだけだ。ここは素直に家に戻ってもらえねえか。いや、放ってはおけん。奥寺藩は俺の命の恩人。それに俺も仲間を一人雪山に残してきたままなんや。なるほどな。聞いてた通りの男だな。ん？奥寺さんからもう一つ言われてたんだ。多分あの男は止めても聞かない。ならせめて雪山に裸で飛び込まないよう指導してやってくれとな。なんやと？奥寺藩が？ああ、何の予備知識もなしに突っ込んでいくよりはマシだろうってことだ。で、まずは何から準備したらいいんや？まずは服装だが、あんたは狩りに行くわけじゃない。防寒着としてはとりあえず今の格好でいいだろう。なるほどね。となるとあとは二つ。万が一の時のための食料、それに地図だ。どうやって手に入れたらいい？地図は俺が用意する。問題は食料だ。どこの家も自分のとこで食うのに精一杯だからな。そらそうやろな。俺が地図を書き上げるまでの間、自分の力で当座の食料を確保してきたらどうだ。事情を話せば分けてくれる人間もいるかもしれない。分かった、何とかする。もしかしてあなたが山おろしを見たっていう？ああ、そやが、あんたは？私は仁科の妻、仁科君代です。仁科？ああ、この集落の代表をしとるマタギのおやっさんの。まさか山に入るおつもりですか？いや、そういうわけはないんやが。もしかして食料をお探しじゃないんですか？なんでそう思うんや？9年前のあの日を思い出したんです。今のあなたと同じように奥寺さん食料を探し求めていたから。どういうことや？すでに聞いているかもしれませんが、9年前奥寺さんは友人の漁師さんを追いかけて山へと入っていきました。でもあの日は数メートル先も見えないような吹雪の日。食料もなしに山に飛び込むのは自殺行為とも言えることでした。それで奥寺藩は食料を探してたんか？ええ、集落を一軒一軒回って頭を下げて。でも誰も流れ者の彼に食料を分けようとはしませんでした。主人はよそ者を助ける必要はないと言ったのですが、私はどうしても不備に思えて。あんたが食料を用立てたと？ええ、きっとそうしないと後悔すると思って。ん？これは鹿の肉です。今はこれしかありませんが、持って行ってください。せやけど、旦那藩に見つかったらあんたも。大丈夫です、主人には見つからないようにします。鬼切る。その代わりと言ってはなんですが、お願いがあります。何や？
奥寺さんがどうしてあの熊にこだわり続けるのか、その理由を解き明かしてもらえませんか。なんでそないなことを知りたいんや。9年前のあの事件以来、この集落はおかしくなってしまいました。それまで助け合いながら生きてきた集落のみんなが他人を疑いながら生きるようになってしまって、きっとみんなあの日の恐怖を忘れられないんです。だからそのストレスを奥寺さん一人にぶつけるようになってしまったんだと思います。そういうことやったんか。めったに他人に心を開かない奥寺さんが、あなたには心を開いている。きっとあなたなら奥寺さんの心の闇を晴らせることができるはずです。どうかこの集落に住み着いた9年前の悪夢から私たちを解放してください。お願いします。わかった。俺に何ができるかはわからんが、この恩に応えられるようできる限りのことはする。お気をつけて。
ママちゃん、奥出る班。何しに来た？ババを助けに来たんや。あんた一人に任せておけるわけないからな。あんたも怪我しとるやないか。まさか山下ろしにやられたんか。迂闊だった。俺も置いてしまったようだな。それよりその男を頼む。分かった。怪我はひどいがまだ息はある。すぐに集落まで運ぼう。ああ。早速血の匂いを嗅ぎつけてきやがったな。すぐにここにやってくるぞ。しくじったか。俺は奴を追う。お前はその男を早く集落に連れて帰るんだ。せやけどあんたもその傷。余計な心配は無用だ。もたもたするな。一刻を争うぞ。分かった。奥寺藩、無事やったか？ああ、なんとかな。発見が遅かった分、あんたより重傷だ。だが、無茶をさせなければ大丈夫。しばらく安静にさせておけ。ああ。そういえば、あのヒグマをどないしたんや。仕留めたんか？いや。吹雪が強くなってきてな。あれ以上深追いしたら戻ってこれない状態だった。そうか。集落の人に聞いたんやけど、あんた山下ろしのこととなると人変わるらしいな。山下ろし軽んに人生かけとるって話やけど、なんか理由でもあるんか？狩りってのはな、生きるためにすること。人間の生存本能なんだ。俺たち人間は何千年も前から動物を殺し、その肉を食べて生きてきた。この鍋の肉もそう。俺が買った動物の肉だ。食べるために殺し、殺したから責任を持って食べ尽くす。それが狩猟だ。だが俺にとってあのヒグマは狩るのが目的じゃない。ほな、なんなんや？ただの殺戮。俺はあのヒグマを殺すために追いかけているんだ。思えば人間というのは不思議な生き物だ。憎いという理由で人を簡単に殺す。自分が生きるために仕方なくというわけじゃない。だからこそそれは罪として裁かれるべきことだし、それを償うために刑務所があるんだ。だが人を殺したことを悔い改め刑務所を出ていく人間はごくわずかだ。ほとんどのやつは自分がやったことは仕方がないことだと割り切り、開き直って生きている。殺すというのは食べるための、そして身を守るための殺し以外、全てが勝手なものでしかない。殺人者が何を言おうとただの詭弁に過ぎないということだ。あんた、俺が刑務所出てきたこと知っとって説教してんのか？それが自分の過去話してるんか？どっち？どっちでもない。ただ俺があのヒグマにこだわるのは個人的な恨みがあるからだ。
つまり俺はただの殺しをするためだけにここにいるという話だな。さあ話は終わりだ。殺した者として責任を持ってこの肉を食ってやろうじゃないか。ああ、ババ兄貴。お前もう動いて平気なんか？ええ、なんとか。そうか。すみません兄貴、足引っ張るようなことになってしまって。俺のことはええ。それよりお前を助けてくれた人に礼を言うんやな。そうなんですか？一体誰に？奥寺藩中漁師のおっちゃんや。ここは山の中にある漁師の集落や。そうだったんですか。まだ完全に回復しとらん。あまり喋らん方がええ。今はゆっくり休み。はい、迷惑かけてすんません。ちょっと待ってろや。奥寺藩にお前が目覚ましたことを伝えに行かな。
違います。Thank you.
無駄にはせえへんで。
え？戻ったか。用は済んだのか。ああ、そっか。なら次は罠寮に行く。ウサギを取って馬場に精をつけさせてやろう。すみません兄貴、俺のためにわざわざ。ああ任せとけ。くくり罠は俺の方で用意しておいた。冴島、山に入る準備はいいか。ああ、準備できとる。それじゃあ出発だ。
い感じ。美味しくいただくで。うまい、うまいっすかねこれ。でもなんつうか獣肉っぽくない味ですよね。あんまりうまいもんやないな。ウサギの味としか言いようがあらへん。あ、でも栄養はありそうです。だいぶ体力も戻ってきたようだな、ババ。これも奥寺さんと兄貴のおかげです。感謝してます。佐江島。
ウサギの毛皮でお前の防寒着も補強しておいた。試しに着てみろ。なるほど、こいつはあったかいで。そいつを着れば雪山でもなかなか体力が減らんだろう。奥寺藩、お気にな。お前が命がけで取ってきた獲物だ。俺に礼などいらん。相変わらず素直やないの。まったくですね。なんとでも言え。奥寺藩、どこに行くんや。集落の様子を見に行ってくる。雪で塞がっていた道がどうなってるか気になるからな。お前たちにはまだこの集落を出てやるべきことがあるんだろう。ほな俺が行くわ。師匠を働かすのはあかんやろ。それに奥寺藩もまだ傷が治っとらんはずや。少し休んでもらおうな。なら好きにしろ。
Thank you.
様子はどうだった？山を降りる道は復旧したそうや。そうか、馬場ももう大丈夫だろう。すぐにでも町へ降りるといい。せやけど大丈夫なんか？山下ろしがまだ山ん中うろついてるんやろ。それはこの俺の問題だ。お前が気にすることじゃない。聞いてもいいか？何をだ？あんたが山下ろしを追い続ける理由や。それこそお前が気にすることじゃない。放っておいてくれ。そうか、けどいつかは話してもらうで。あんたと俺は似たところがある、そんな気がするわ。好きにしろ。このまま月見野へ急ぐのもいいし、なんなら山へ狩りに出てもいい。どちらにせよ俺に一声かけろ。ああ。弱肉強食へ、バルー思いなや。ここで死ぬわけにはいかんね。思いないや。
し。いや、
え？見せてみよう。